ですよね。昨年の古田の盗塁阻止率は4割5分8厘で12球団1位。他のキャッチャーを寄せ付けない圧倒的数字の秘密は何なのか。古田はズバ抜けて肩が強いわけではない。しかし取ってから投げるまでが早い。その時間を測ってみるとなんとわずか 0.62 秒。補給してから 1.86 秒で塁上の野手へ。古田の言う2秒を楽々と切って走者はタッチアウト。ここに高い阻止率の秘密があった。さらに補給する時の体勢は必ずしも一定ではない。しかしワンバウンドの投球でも古田は刺す。これも時間を計ってみよう。なんと同じく 0.6 秒台。トータルの時間を見てみると 1.96 秒。やはり2秒のノルマをクリアしている。しかもそんな状況でも完全にコントロールされた正確な送球。走れるものなら走ってみろと言わんばかりの古田の盗塁阻止力は相手チームの盗塁に挑む数の少なさにも表れている。ランナーを刺す前に相手チームに盗塁をしようとする気を起こさせないのだ。超一流のキャッチャーだけが持つ見えない力。古田がこだわるミットを動かさないキャッチング、それは投手の信頼感を得るだけにとどまらず古田ブランドとなってプラスアルファの効果ももたらす。年上女房古田はキャッチングでミットを動かさない。そのイメージが巧みな技術と相まって際どい判定を投手有利に引き寄せる。あからさまなミットの動きでは逆効果になるだけだが、古田のミットの動きはスロービデオでさえ自然そのものに見える。かわいそうなのは自信を持って見送ったバッターばかり。